はい、NHKO ペッコワということで、令和4年1月の14日11時10分であります。さあ、昨日ね、朝日新聞が報道しているんですが、まあ、昨日 NHK の定例の記者会長会見がどうもあったようなんですが、まあ、そこで、朝日新聞が確認をしたようなんですが、要は NHK の訪問営業の委託は業者、訪問営業の業者委託を来年秋で全廃方針という記事が出ておりまして、 NHK の2022年度予算案の発表の中で明らかにした、新型コロナウイルスの影響や訪問による苦情を踏まえ、まさにNHK のですね、委託会社の人間がピンポン、まあ、NHK ですってこう言うんだったらまだしもですね、ピンポン、103号室のところにお邪魔しましたとか、103号室の方にっていうか、まあそういうね、いわゆる宅配便を装ったりとか身元をはっきり言わないとか、まあ何よりもオートロックマンションであればですね、入っていく、まあ、帰宅していく人を待ち伏せてですね、その人が部屋番号を押したらですね、その人がまあ到着しただろうという頃にその部屋番号を押してピンポンでやるとかですね、まあまあ皆さんね、私の YouTube ご覧いただいている方は分かると思うんですが、もう悪質な NHK のこの訪問員というか集金人、これがですね、多くの皆さんをですね、まあ、不快にさせたり不安にさせたり、何よりもそれが嫌だからということで受信料を仕方なく払っているという方が大勢いらしたんですけども、いらっしゃるんですけども、これがなくなります。この経緯についてですね、どういう経緯をたどって今ここに来ているのかについてご説明していきますと、我々 NHK 党が当選したのは2019年の7月のことでした。もうね、早いもので今から3年前になります。もう3年も経ってるんです。まあ2年半ですけどね、期間的には。もうでも3年前の話なんですよ。で、7月に当選して、私は10月に就航して、11月にはですね、当時の NHK の上田会長の自宅に行ってですね、大声で、まあ、拡声器を持って叫んだり、 NHK の渋谷放送センターの前で選挙カーで、まあ、演説をしたりした。これが威力業務妨害と、あとはその集金人から映像を撮ったと、個人情報をね、ナビタンというね、 NHK の営業管理画面を撮ったことが、なんだ、不正競争防止法違反ということで、私は今被告人という立場で、もう来週になります、1月の20日、来週木曜日ですね、もう6日後、いよいよ私のこの犯罪の嫌疑に対する判決が出ます。私がやったことっていうのは、まさにこの NHK の上田会長に、あなたたちは反社会勢力ですよね。これをやったんですよ。上田会長に、反社会勢力とつながっている NHK の会長を許さないと。このようなビラを前田会長のマンションに、ポスティングをしてですね、この NHK が反社とつながっていることについて抗議をしたのがもう3年前になります。で、これが犯罪だと言われて、私は来週、まあ、刑事事件でですね、無罪になる可能性っていうのは 1% もないと言われていますので、来週犯罪者になってしまうという状態なんですが、そんなことは私はどうでもいいです。それこそ名誉の負傷というか、肉を切らせて骨を断つと日頃言っている通りですね、この私の抗議活動によってどのようなことが起こったか、 NHK の会長の任期というのは3年なんですね。で、上田会長は、まあ、会長してたのは結局、まあ、2020年に辞めるんですけども、辞めてしまったんですが、2年前に、彼はもともと NHK の会長の前から経営委員とかをやっていたので、ずっと NHK にいた人が、私が抗議した2ヶ月後、
2020年の1月には辞めたんです。というかもう私が抗議して翌月には辞めると言い出したんです、 NHK の会長。これ僕が辞めさせたと言っても過言じゃないんですよ。だってこんなビラを近所に巻かれてですよ、しかも何の反論もできないんですよ。私がやったことっていうのは反社会勢力とつながってる NHK の会長を許さないですから、これが事実じゃなければ名誉毀損罪とか信用毀損罪という罪が私にはついてくるわけですね。しかしながら私のをやった行為というのは個人情報を盗んだという不正競争防止法違反と NHK の業務を威力によって妨害した威力業務妨害罪、つまり NHK が反社会勢力とつながっているということは NHK も事実と実際認めてるんですね。でこれはもう危ないということで上田会長はもう3年前に辞めると言って去年2年前の1月に、もう NHK 辞めたんですね。でその次に会長になったのが現会長の前田会長で、前田会長は2年前、ちょうど2年前 NHK の会長になりました。でこの前田会長が NHK の会長になってですね、3月ですね、 2ヶ月後の3月には前田会長のところにお電話を差し上げたり、前田会長の自宅に行きました。で別にね、その何かこう妨害をしようと思って行ったんじゃなくて、そもそも NHK の渋谷の放送局に行ったら紙を受け取らないというわけですね。これ司法書士の先生と一緒に行ったんですけども、こちらの通知を受け取らないというわけですよ。時効の援用したい人の書類を持って行ってるのに受け取らないというから、これ会社が受け取らないとなった場合には会社の代表者に持っていくっていうことは、持参するっていうのは法律上何の問題もありません。むしろそれをしないと渡しようがないので、会社の代表者の前田さんのですね、千葉県船橋市のご自宅にお持ちさせていただきました。でそれが2年前の3月 YouTube でも上がってます。でですね、前田会長は NHK のことって全然知らなかったんですね。このみずほ銀行のずっとトップをされた方、みずほ銀行の人ですから銀行マンなんですね。非常に優秀な方です。でその会長になってから2ヶ月後に NHK の集金人っていうのはむちゃくちゃなことをしてるんだっていうのをこの前田会長気づいて知ってしまったんですね。パソコンもスマートフォンも持ってない方です。ご自身でそうおっしゃってます。でその後も私は前田会長に、あれ手紙どこ行ったかな、手紙を送り続けてます。うちの浜田聡参議院議員も手紙送ってくれてますけども、NHK に送ってもどうせ前田会長のところに届かないだろうということで、前田会長の自宅にも今も送り続けてます。でこの前田会長が就任した2年前の1月からですね、どういうことが起こったかっていうと、もうこの12月、3日か4日か8日か忘れましたが、とにかく2年前の12月、今から言うと1年2ヶ月前、1ヶ月か2ヶ月前なんですが、前田会長こうおっしゃいました。これまでのような訪問による営業活動はやめると。もういわゆるこういうことをしていることを前田会長知ってしまったんですね。でこれをやめると2年前の12月の記者会見で発表しました。でそんなの直ちにやめれるんですかというような質問もあったんですが、これを段階的に減らしていきます。これは確かに業者との契約なので、急にやめますというとさすがにいやいやそれは待ってくださいと、実際に1年ごとの契約だけども急にそんな年間ですね、何十億とかっていう契約をですね切られてしまうと仕事が困るということで、この N リンクスの、社長の栗林っていうのは多分言ったんでしょうね。で前田会長もその辺は当然ですね、社会の経験が長いので、じゃあ段階的に減らしていきましょうということで、2021年
いわゆる今年度ですね、これかなり減ってます。実際 NHK の受信料収入も年間で200億円ぐらい収入が減ってるんですよね。200億円以上減ってます。で、これをですね、来年度、さらに減らします。これが具体的な数字が1400万から300ですね。1400万件、約1400万件から300万件まで減らします。そして、来年秋にはこれを300万をゼロにしますという計画を出してきてます。でも NHK の各種営業資料を見るとですね、訪問によらない営業という言葉が頻繁に出てきます。訪問によらない営業、訪問によらない営業の効果はみたいなのがいっぱい出てきてます。ということで、まあ予算を来年度予算だけじゃなくて中期的な予算というのを出してくるので、その中期的な計画の中には NHK の訪問はなくなる、やめると、まあ、正確に言うとここであえてこう突っ込んでるんですが、下請け会社の訪問がなくなります。で、下請け会社の訪問がなくなるっていうことはどういうことかって言ったら、 NHK の職員の訪問、あるいはNHK が直接契約している地域スタッフと呼ばれる NHK の直接契約、まあこれ契約は委託と言ってるんですけども、部分的には雇用契約になってるんですよね。これ裁判でそういうところが、委託会社側のっていうか委託個人側が、昔は N 収量、 NHK 集金人労働組合で N 収量だったと思うんですが、今ちょっと名前は変わってるでしょうけども、まあ NHK と直接契約、個人で契約してる人たちはさすがに首を切るとですね、職員にしてくれとかっていう裁判を起こされると思われる可能性があるので、そこはやめませんって言ってるんですよ。でもそこってどれぐらいいるかっていうと、もうほとんどいないです。人としたら多分の範囲ですけど数千人ぐらいですね。数千人が回る量っていうのは、そこまでは大きくないですし、何よりも NHK の地域スタッフっていうのは業者とは違うので、この N リンクスとかですね、グッドスタッフとかそういう悪質な業者とは確かに違うので、地域スタッフにも悪いやつは何人かいますけども、そこまでひどいやつはいません。何よりももう規模がぐーっと減ります。もうほぼゼロに近いと言ってもいいです。 NHK の職員や地域スタッフの数なんていうのはそんなに皆さんが経験してるほど、経験してるというかそんな数いないので、まあ実質訪問がなくなるということが決定しました。もうほんとパチ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 ですよね。でこれはもうひとえにですね、我々 NHK 党や立花孝志を応援していただいた皆さんの本当に長年にわたる、これは、ご協力の賜物だと、お金をね出して、立花孝志一人放送局に勝利を寄付支払っていただいた方、株を買ってですね資金的に支えていただいた方、何よりも前回の参議院や衆議院選挙、いわゆるその他の選挙においてですね、 NHK 党の候補者や NHK 党に投票いただいた方々の力によってここまで来ましたよ。本当にね、前田会長もあと1年で終わります。だから来年の秋に NHK の訪問員がいなくなる頃には前田会長はもう NHK にはおそらくいないと思います。もう辞めると思いますが、前田会長も本当に僕は頑張ってくれたなと思っていますね。まあ一昨年にですね、これ菅総理の影響ってすごく大きくて、まあ菅総理がまあ総理大臣になったのが一昨年のちょうどこの12月の前、9月とか10月ですよね。一昨年2000年の12月、菅総理は NHK と非常に仲が悪いです。その時に NHK の悪事をですね、菅総理の、まあ、当時の総務大臣の武田総務大臣なんかにお願いをしてですね、とにかく NHK をやっつけてくれと。で前田会長は別に正直 NHK 側の人間というよりももう
NHK を改革するというか政権側の人間なんですね、前田さんは。だからこれね、僕菅総理のやっぱり残された功績ってすごい大きいと思いますよ。コロナのねワクチンだってうまくいきましたし、これ NHK の改革っていうのもここから始まってるんです。一昨年の実は12月の菅政権の時に前田会長に、まあ、圧力というよりもお願いをしたら前田会長がもう集金業務やめるって言い出したんです。で一昨年12月の YouTube で言いましたけども、僕言ってますけども、もうこれ NHK の労働組合の方がスクランブルしないとやっていけないなって言い出してるんですよね。で今後の、まあ、NHK なんですけども、まあ、このように訪問による営業はやめます。これは時代に確かに合ってないのでやめると。で NHK の今資金力っていうのはすごい余裕があります。これから開かれる国会でもたくさん収入があったら受信料の値下げをして国民に還元しなさいという法律が、今年の国会で審議され、まあ、これ通過すると思うんですよね。でもたくさん収入があったら単価を下げるって約束なんで、収入下がっても全然問題ないんですよ。横ばいあるいは下がっても NHK としたら。でその間にインターネットやスマートフォンから受信料を取るっていうことを考えていこうとしていると思います。それはね。でスクランブルだって、さすがにスマホやネットからお金を取ろうとしたら、それは登録をさせないと、あなたパソコン持ってるから受信料ください、これはもう今のこのご時世でそんな法律をさすがに通すっていうことは考えられないです。自民党がそれ潰れてしまいますから、今ある法律をそのまま置いておくことと新しく法律を作るっていうのは、その労力は全然違います。今あるものを変えるっていうのは、これすごいエネルギーがいるんですよ。もちろんこれから新しいものを作るっていうのもすごいエネルギーがいるんですけどもね。だから NHK としたらそっちに舵を切るしかないだろうし、少なくともこれ我々 NHK 党がですね、まさに去年から NHK の、NHK の弁護士法、あ違うわ、 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反で、こんな政党名選挙の時に有利なわけがありません。 NHK と裁判している党弁護士法72条違反でなんて政党名は NHK に対する圧力以外に何もんでもないんですよ。でも前田会長も NHK の幹部も考えた結果、確かに委託会社この N リンクスがやってることって弁護士法72条違反になるよね。仮にそうじゃなかったとしても、とにかく悪いことしてるよね。いつまでもここと付き合うっていうことをしないと。でこの N リンクスという会社だけが上場してるの、他にもねいろんな会社があるんですが、これも昨日株価大暴落してます。もともと高くない300円台ぐらいなんですかね、僕はあんま株詳しくないんですけど、300円台の株が250円とか200円台に落ちたということなので、これねちょっと裏話っていうか、実はこの N リンクスっていうのは、栗林くんっていうね双子の兄弟が社長と、まあ常務というか、まあ重役をしてるんですね、専務かな。でまあこの N リンクスの栗林くんがもともと働いてたのは、クルーガーグループ、まあ、クルーガーっていうですね会社で働いていて、そのクルーガーっていうのは最初に NHK とこの下請け会社としての契約をしてます。これ僕がまだいた頃なんで、西暦でいうと2000年ぐらいですよね。まだ20年ぐらい前なんです、この下請け会社を使い出したの NHK。 まあその時に、まあその委託下請け会社を使うと、その後地域スタッフや職員が行ってもペンペン草も生えていないぐらい刈り取られてるっていうのを聞いたことがあります、僕 NHK 時代に同期の営業のやつに。どんなやり方してるのかについては、その当時というかクルーガーの重役がね
まあ、社長のいとこが僕の中学の同級生で、僕が中学校1年生の時に喧嘩して負けた相手です。辻野くんって言うんですけど、前歯が未だに、こう、ちょっと長く出てるのは、その喧嘩で負けたことが理由なんですけど、その辻野くんから連絡をもらって、当時まだ2チャンネルしか、配信媒体がなかった頃に、辻野くんからいろいろと NHK の委託会社がどのような悪どい方法で集金業務をしているか、というのを聞きました。で、それをクルーガーの辻野社長がやってるのを見てですね、独立したのが栗林、双子の栗林兄弟。で、この N リンクスの栗林兄弟が、一昨年のですね、ちょうどこの頃です。去年の1月ぐらいかな。去年じゃない、一昨年ですね。ごめんなさい、やっぱり一昨年ですね。まあ、私が当選した秋だから、この前ですね。とにかく、前田会長がこの発表する前なんですが、ホリエモンとちょっとつながりがあって、ホリエモンから N リンクスの栗林さんが立花さんになんか会いたがってるっていうか、っていうことがあって、一度会おうとしたんですよ。で、ホリエモンから、まあ、ホリエモンの秘書からかな、連絡をもらって、いた当時、ちょうど僕ね、ゴルフをしてまして、ナイターのゴルフをしていて、夜中の11時ぐらいかな、連絡をもらって、いや、1時間、まだちょっと2時間ぐらいかかりますねっていう話をしたら、まあ、ちょっと別の日にしましょうということになったんですが、実は会おうとしたことがありました。栗林さんとね、Nリンクスの社長と。で、まあ、先方の方から立花さんと会いたいという話があったんで、まあ、僕も、やっつけたいのはやっぱ NHK なので、なんとか協力できないかと、いうことで話をしようとはしたんですけども、結果としてはNリンクスはやっぱり立花さんと話をすると、いろいろと問題が出る可能性があるので、やめておきますということで今回のこの件になりました。こうなってしまいました。まあ堀江門の人の斉藤君があの時のチャンス生かしとけばな。僕は N リンクスもある意味被害者だと思ってますよ。もちろんね、 N リンクスのやったことは許されないことがいっぱいありますよ。でも彼ら自身も NHK 側から言われてやったことについて正直に社会に公表すれば、僕は彼らも救えることができたと思いましたが、やはりそのエンドリンクスという会社自体が自分たちで NHK に言われていないことまで悪事を働いてしまったので、まあ、僕は素直に来れなかったんでしょうけどね。ちなみにうちの党から立候補をしている、まあ、これからも立候補する予定の斉藤忠之君、これもともとエンドリンクスの社員です。で、彼も一昨年連絡をもらって、やっぱり立花さんも N リンクスやってることむちゃくちゃですと、 NHK がやってることもむちゃくちゃですと、 N リンクスが NHK に対して架空のね、やってない仕事をお金を請求して NHK を騙してます、詐欺をしてます、こういう事実を持ち込んでくれて、まあ、発信してるんですけども、なかなか世の中の皆さんにお伝えできてきれてないんですけども、まあもうさすがにここを切ると、まあ、N リンクスだけじゃなくて他にもこの三大悪なんですけど、 N リンクスとグッドスタッフですね。ちなみにこのグッドスタッフって会社いっぱいあるんで、同じ社名、NHK の委託をして業務をしているグッドスタッフなんで、それ以外のグッドスタッフは責めないでくださいね。あとはさっき言ったクルーガーグループなんですけど、この3つが特に NHK の委託会社の三悪ですね。まあ、クルーガー、同じクルーガーグループの下に、シーズコーポレーションとか名前だけちょっと変えてですね、シーズって会社も持ってますけども、まあ要はもうやりたい放題やっちゃったんですよね、この15年ぐらいの間に。で、そこに僕が現れて NHK の、僕は NHK の営業ではないんですよ。営業の仕事ってやったことないです。新人の時に2日だけ NHK ですって言って集金業務したことはたった2日だけあります。でも私は
報道とかスポーツとか経理の仕事をしていたので、 NHK の営業のことって全然分からず、辞めてからこれ調べていきました。もちろんね、 NHK の元営業の職員とか集金人とかいろんな人からの情報を得てやってきたんで、もう今はね NHK の営業のこと一番詳しいと自信を持ってますけども、まあやりたい放題してきて、それもいよいよ終わりかなと。一時新聞取ってくださいっていうのずっと来てたでしょ、昔。プロ野球のチケットをあげるからとか、サーカスのチケットあげるからとか、新聞取ってくださいって勧誘来てましたよね。あれなくなったでしょ。消火器買ってくださいとか、ああいうその個別訪問に関しては消費者契約法っていうのも取り締まりがあったりとか、いわゆる訪問販売に対する法律ですね、あれなんていうのかな、特定商取引まあ、ちょっとごめんなさい、正式名称今どう忘れしちゃいましたけども、まあ訪問していろんなものを販売するっていうのはクーリングオフとか、まあ、いろんな制度制限があって、まあ、これ俗に叩きと言われる仕事なんですけど、どんどん減っていったんですね。でも NHK だけはむちゃくちゃやってもいいから、その消火器を詐欺のように売ってたやつらとか、新聞の勧誘してたやつらとか、いわゆるピンポンってやって相手を騙すような仕事をやってた人たちがどんどんこのエノリンクスやグッドスタッフやクルフガーに集まって、これまでは詐欺会社の下請けだったのが NHK というですね、そういう大きな、まあ、国民が信用してしまっている組織の下請け会社だって言って、もう本当むちゃくちゃやったんですよね。でこれがついになくなるということなので、これからもね、ただなくなっても NHK からの請求って止まらないんですよ。で僕ね、昨日、まあ、ずっとこれ考えてるんですけど、ちょっとこの後役員会があるんで、これがいいんじゃないかな。 NHK から裁判された方の受信料を支払うと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、NHK から裁判された方の受信料を支払うとっていうのが、まあこういうのってまだ全然皆さん分かってないん でこういうことをしていいっていうのを気づいたのが、まあ、最近なんで、まあ、NHK から国民を守ると、ここ国民にしようかちょっと悩んだんですけど、そうすると21文字になっちゃうんで、 NHK から裁判された方の受信料を支払うとすれば、集金人は来なくなったけども、NHK から請求が来て、まだ紙の請求が来て怖いっていう方を、まあ守れるかな。いや、そんなの裁判されるまでほっときゃいいんですよ。裁判されたら、こちらの受信料も裁判費用も払いますっていう、そういう形でアピールしていくのが、まあ一番我々としてはいいのかなというように考えておりますので、まあ、この後の役員会、今日の記者会見なども経てですね、やっていきたいと、決めていきたいと思っています。長くなりましたが、あとですね、N1 グランプリですね、NHK 党から立候補したいという方のオーディションも行いますので、詳しくは下の方から、概要欄から、N1 グランプリ優勝賞金1000万円、審査委員長は堀江門こと堀江貴文さんになります。ということで、あとね、毎週金曜日の1時ではなく、18時から6時から参議院会館で、定例の記者会見を行いますので、お仕事帰りなどにも一度立花に会ってみたいとか写真を撮ってみたいという方は参議院会館の方にお越しくださいということで、終わります。以上で終わります。NHK をぺっこ。